った。安城市の本勝寺で行われた蓮の間引き。蓮は増えすぎると花が咲かなくなるため、市民らおよそ70人が本勝寺の水を抜いた池に入り、レンコンを掘り出しました。明治時代の絵図に描かれ、寺の象徴ともいえる蓮、外来種のアメリカザリガニなどが原因で1994年を最後に一度姿を消しましたが、地元住民らが再生に取り組み、4年前から間引きをしています。7月から8月には美しい花が見られるということです。